埼玉県における一昼間のつらら足が、くぼのつららは、埼玉県秩父国横瀬町で、毎年1月上旬2月下旬に公開される、人口標中で、秩父3代標中の一つに数えられる。足が、くぼのつららは、埼玉県秩父国横瀬町足がくぼの平野沢地区に、毎年1月上旬2月下旬に、横瀬町観光産業振興協会標中部会の、主催。 町民ボランティアにより製氷、運営されている。この氷柱は、地元横瀬町町民の提案により始まった。氷柱の公開が、秩父路のつららで3番目となり、秩父3大氷柱が揃った。川から汲み上げた水を、約1500平方メートルの山林の斜面に、ホースやスプリンクラーで散水して、氷柱を作る。氷柱は、 高さ約30メートル、幅125メートルにわたって広がる。氷柱が直接触れることができる近い距離にあり、実際につららに触れることができるのが特徴である。期間中の鐘日曜は色とりどりのライトアップが行われる。すぐそばを西武鉄道が走っている場所に作られたため、車窓からつららを見ることができる。期間中は氷柱が見える場所で、 電車の速度を落として運転したり、特急、秩父の一部が足が久保駅で臨時停車する。テレビ、ありがとうございます。